はい、皆さんこんにちは、メガミックスです。パワープロサクセススペシャル、前回はですね、ヤギューちゃんを使ってイベントが完走しなかったのでちょっとね、もう一回ヤギューちゃんを使わせてください、ということで黒金商業で、ヤギューちゃんを使っていきます。で、今回のね、ヤギューちゃんは普通に40レベルのヤギューちゃんになります。技術ボーナスね、8がちょっとついてないので、技術が、どうなってくるかなというところはありますけれども、テーブルはこんな感じになってます。タックが80で、得意練習率アップがついてのさらに 10% なんで、これ 20% くらいあるのかな。でやる気効果アップ75となってます。で編成はね、大幅に変えてあります。まあ黒金商業なんでね、彼女枠は回復キャラよりも経験点よりの、騎馬妹で、古永と鎌狩コンビと、穂村ちゃんと、ナイトメールちゃんの、コンビになってます。で、下が、後イベなんですけれども、前回はね、多分ね、東条と、せっちゃんがね、重かったと思うんですよ。で、まあ、彼女キャラにしてはせっちゃんはイベント数が多い方なんで、やっぱりせっちゃんのね、イベント回数が響いてきたかなと、思ってます。なので今回この編成であれば、イベントとか切ることなく多分完走はできると思いますけれども、まあ、とりあえずやっていきましょう。まずは評価上げから始めていきましょう。そうで、暁大付属もね、ちょっと思ったんですけど、俺よくよく考えたら暁大付属ってスミカちゃんをフレンド枠で借りないと話にならないんでちょっと暁大付属できないなっていうところで、黒金に落ち着きました。どうしてもね、もうほんとね、暁大はね、俺もうスミカちゃんなしではね、なんていうの、やる気がそもそもしないっていうだから自前でね、スミカちゃんほんと欲しいんですよね。まあ、そもそも暁大付属で使わなかったとしてもスミカちゃんは優秀なんで。で、今回はわりかし確定キャラになってるかな、金徳は。ナイトメールさんの評価上げていくか。まあ、あとはね、ヤギューちゃん自身の金徳も成功してくれれば助かるんだけど、流れ的に金儲けはね、どうしても運になるんで、まあ、そこはしょうがないとして、小村ちゃんか古永かどっちがいいかな。これはこっちでいいか。評価がね、低いんで、小村ちゃんと古永は。あ、そっか、これ回復してくれるんだっけ、騎馬妹は。いいね、これで。しかも金儲けでちょうど全開するか。あ、間違えたそう、なぜかね、黒金商業は上がね、説明になってるんですよね。他の高校って基本的に下が説明じゃないですか。岩井くんにしましょう。頼むぞ岩井くん。おい、いきなり外れやがったマジかよー。ナイトメールちゃんの自己紹介。こんなんなんだ何私は永遠の16歳です。ナイトメールちゃん、なんで黒金商業に入ってきたんだろうね、そもそも。まあ、アロマオイルは買っておきましょう。10円だし、なんとなく。あ、初級とか欲しいけど金がね、一応取り置きしてもらおう特に買うもんないんで。で、コツ、鎌狩り。もう正直ね、監督の評価はどうでもいいんで、ただ、騎馬妹だな。ちょっとやっぱりまずは、騎馬妹の評価を上げていきましょう。可愛いネックレスとかね、そこら辺があったらね、序盤はめちゃ助かるんだけど、うわ、どうする。騎馬妹だな。ちょっと騎馬妹、最優先でいきましょう。さっきね、追加イベント起こんなかったんで。今回も起きてねえし。で、次あたりからちょっと体力減るイベントが続いてくるかな。
今金いくらあんのそもそも。さすがに100円以上はあるよね。パラダイムシフト、これもねめちゃくちゃ体力は奪われるんだけど、一回寝るか。そうするともうこの体力回復量じゃどうにもならないんで、また祝いにするか。もう金がね有り余ってれば監督にしてもよかったんだけど、ありがとう。もうプラマイゼロって感じだな。鎧の秘密、ここら辺は放送はいつ？これなんか人気者とかになるんだっけ？体力も回復と。 OKOK、 購買部は覗きましょう。あ、可愛いネックレス買おう。あと10円物も買って、アロマオイルさすがに2つはいらないよね。古びた壺買ってすぐ使おう。あ、初級、そうか、取り置きしてたのか。初級、取り置き中で特に他に取り置きするものがないから、とりあえず取っておくか。ホムラちゃん、ホムラちゃんどうする？まず体当たりをどうするか。やっぱイベント待ちたいな。ヘッスラは潰して、ムードとか潰せんのか。これムードも潰せる。敏将がなくなった。で体当たりは置いておこう。ホムラちゃんはね、わりかしコツは多いんで、来ないことを祈るとか言ってると、とか言ってるとチャンス。 OK、 ありがとう。あとはホムラちゃん早めにイベントが起こってくれれば。で、技の道、低めの打撃を教えてもらいましょう。はうまく進んでくれればいいんだけど、鎌狩りも進めていきましょう。まあ基本的にはね、もう誰も切らないんで、今回は。今回だって前回も切ってなかったけど。古長の評価を上げつつメンタルをやるか。不買もいないしな。で、これはまだちょっと評価上げに行きますか。行かない方がいいと思うと。やっぱりここら辺はね、彼女になってるかなってないかで、まあ、評価が乗ってるとか乗ってないで選択肢を変えられるっていうところがまたいいですよね。やりましょう。これもなんかさ、見た感じだとなんか成功失敗がありそうだけど、別にないっていうね。まだ誰も評価乗らないのか。どうしようかな。メンタルで古長上げて10月の1周で体力を回復させて体力をマックスにすると。もうちょっとね、もうちょっと体力が上がってくれればいいんだけど。2回目、このムニってなるといいのかな。なんか2回目は成功したっぽいな。金は結構あるね。金は結構ある。ゆかり様とバイトがね、一番無難なんだけどね。ここは岩井くんに任せよう。今回は全て岩井くんに頼ってんな。頼むぞー。まあいいや。OKOKOK。よし、告白も来ましたね。あとは鎌狩りから流し打ちを取りたいね。で、騎馬妹、まあ、勝負するのはちょっと危ないよね、お兄ちゃんと。動画がね、お釈迦になるんで。あの、サクセスのね、人がね、お釈迦になるだけだったら別にいいんだけど、動画がお釈迦になるんで、やっぱりね、ちょっと、保守に走っちゃいますよね。で、体当たりはもうこれで掴みましょう。でチャンスもなるべく早く来てくれれば嬉しいけど、30円も買っていいでしょ。10円も買うでしょ。初級も買っちゃおっか。であとはコンボが来た時に、70円はちょっとあれだよな。やっぱり金もね取っとかないとね、いけないからね。
2人か。監督から金がもらえるかもしれない。10円だけど、序盤の10円はそれなりにでかい。金をくれ。ありがとうございます。で、ここはまあ練習試合でいきましょう。おお、帝王実業いいねー。がっぽりよがっぽり。マジで評価全然乗ってないな。カマカリって別にまだコツはもらってないよね。ないで、ローボールヒッターは、まあ、カマカリがくれたらまあもう取っちゃいましょう。くれて次のコツが来たら取っちゃいましょう。流し打ち、オッケーオッケーオッケー。でまあここでも体力が回復できるんで金を叩きつけてもいいんですけどね。まあ放っておきましょう。で1回練習をして、まあこれはヤギウちゃんにしておきますか。で11月の1週でじゃなくて12月の1週で体力をちょっと回復して、まあひたすら評価上げと。まあ年内くらいはねどうしても評価上げになりますね。さて今ねわりかし金があるからね、あんまり危ないことしたくないんだよな。ゆかり様と授業もね結構危ないんだよね。まあここはおう30円になってしまった。こいつら何門下生なの。結構強いんだ。しかもこれの成功失敗の流れがよくわからない。とりあえず成功しましたね。なんだかよくわかんないけど。で一級入魂も終わりと。ここでパワースナックか。まあいいや、買っとこう、安いし。10円シリーズも買って30円も買っとくか。ローボールヒッターがあるじゃないか、こんなところに。どうする、110円安。お守りはね別にもういらないからね。ローボールヒッター悩むな。内野安打買っとくか、安いし。で内野安打もねわりかし経験点は少なめで取れるからね。とりあえず買っちゃう、買っちゃおうかでコンボが来てますねと。まあこれにね技術ボーナスが乗ってればもうちょっと技術がいくと思うんだけど、まあそれはしょうがない。50円悪くはない。そうだね、黒金でやるとさあ、ミートマット買いくれるんだタックで何ポイント手に入るか割かし分かるから、それはいいね。お金が、これはさすがに無理だよ。メンタルをやるか。いや待て待て待て、クリスマスが近づいてるからね。騎馬妹の回復量ってどんくらいだったっけ。補充されたのでまたちょっと覗いてみましょう。こっちはさユニフォームとかジャージとか着てるけどさ、練習帰りなのかね。まあ普段もユニフォームとかジャージ着てんだけどね、プライベートでも。あ、やっぱり回復量はあるよね。いやーいいよね、ここで60上がるっていうのがでかいよな本当に。筋力ポイントとかもな、わりかし使いそうだからな。まあ古永、ポイント的にはこっちの方が多いか。内藤メールちゃんがいるからかな、悩むな。ちょっと金だな、金、金に走るか。やっぱり55円。基本から考え直しましょう。
さてここは世界平和を望みますか。頼むぞ中吉。 OK、で金儲けをして、あ、しまった、お店覗くの忘れてた。これはマネちゃんと事業ですね。これはね結構安定する方なんですよね。うん、 OKOKOK、 何積極マスク DH って。で、コンボですね。小村ちゃんとメイルちゃんのコンボ、これはねどうしようかね。ちょっと、いや、その問題的なものは別にいいんすよ。ハットトリックがある罰でいいんすけど、コツ的なものですよね。コツ、速攻かラッキーセブンか連打かっていったところか。これはどうしようかな。あとポイントを見つつ、丸々だと臨床ポイントが割りかし手に入るのか。精神ポイント足りるかね。丸×にしようか。ちょっと体力が減るけど、丸にして×にしよう。中身を何も読んでないけど、うん、78も手に入るのか。これででもだいぶ精神は安定したかな。なんかちょっと嫌だよね、精神が安定したって。これでしかもマネちゃん回復してくれるし、ありがとうございます。そして精神ポイントを3にくれた。パワージューサー買っておこう、 G も買っておこう。会員権もう下とか見ないで来たからね。広角打法は買おう。これは古永のプルヒッターが無駄になっちゃうけど、まあそれでもやっぱりね広角打法の方がいいからね、あれば。でスカウトさんももちろん買って、本塁生還か金は取っておきたい。コツ、小村ちゃんチャンスがな、さすがに3か3か。いぶし銀とかだといいけど、おポイントか、ポイントもまあ嬉しいね。さてここで再びコンボと、これで初級骨が4になるのかな、あれ5になるんだっけ、3でくれるんだっけ。あ、3でくれるんだ、でかいな。いや改めてこのコンボの良さを実感したな。内野安打取るでしょ。で広角打法ももう取っちゃっていいかな、売り出されるのを待つか。流し打ちは取っちゃう。1球入魂は取って全然いいでしょ。1球入魂の宝珠とか来るかな。一応置いとくか。でローボールヒッターが2、これは鎌狩り、もうすでに流し打ちは掴んであるから一回置いといてもいいかな。どうしようかな、ちょっと敏将が足りなそうだけど、筋力もねパワー上げるのに結構使うからね。アベレージの書なんてくれんだ。そういやそうだったな。でここでさらにチャンスのコツもゲットと。いやホムラちゃんいいね、本当にいいキャラだよ。で17パーデートを進めますか。いや待てよ、あれなんだよね、バレンタインが近いんだよね。パワージュースを飲んで、でここは走塁練習をしよう。パワージュースもなかなかいいところで売り出されたな。走力スパイク、あとはねこいつの骸骨が取れないっていうところがちょっときついんだよね。さよなら男、売り出されてくれればいいんだけど、ま、黒金はねそれが期待できるからね。どうしようかな、274円か、金がなくなんな、失敗すると。まあ、いや、やろう、攻めろ攻めろ、ユーカリ様お願いします。おーし、まあとりあえず OK。 まあでかいよね。
これは義の道救いべ。これは1回目は勝手に進んでいくんだよね。ヤギュウちゃんもね、本当はね、まあ取りたかったっちゃ取りたかったけどね、いかんせん時間がなかったからね。まああのイベントはね、賛否両論があるけどっていうか、まあ課金組の人たちはちょっときつかったですよね。ナイトメールちゃんとかがほとんど役に立たなかったじゃないですか。で、まあやろうと思えば別にアヘ編とかさ、アヘ金とかでさ、あんまり課金してない人でも上位にまあつけるっていうのがいいところでもあるし、まあ課金している人からすればなんだよっていうところもあるかもしれないですけど、まあ俺はそもそも時間がなかったんでね、上位には食い込めなかったんですけど、時間があればね、まあ時間と運ですよね。まあよく例えられてるのが、まあスロットとかパチンコみたいな感じですよね。ひたすらこのなんていうの、確変が来るのを待つみたいな。これは真ん中は別にいいんで、一番下にしよう。走塁で、タック、いくら56円かで、回復してデートをしましょう。デートもね、やっぱり進めていかなきゃいけないんで、あんまりね回復イベントばっかりやってるとデートがね進まなくなっちゃうんですよね。で、そうか、ナイトメールさんの骸骨も取れないんだっけ、自力で。で、一応見るは見るけど、ここはデートをしましょう。まだね1回目だからね、これはもうこのパターンでいこう。3月4月5月6月で終わりか、月1回ずつデートすれば。こういうさ、炭鉱とかさ、普通立ち入り禁止だよね。一般人がさ、こんな入れんの。内藤メールちゃんはね、鎧着てるからいいよね。なんかガチャーンってなったとしても鎧で守られるし。金儲けをしましょう。少し安定志向でいこうかな、3月あたりは。岩井くんと投資家やりたいな、やりたいけど、ゆかり様とバイトしよう。体力減らないっていうのがいいよね、ゆかり様のバイトは。で、購買部は除いて、まあ、ぬいぐるみも買う必要はもうないし、事務チケットは買っておきましょう。先にこっちを買っておけばよかった。で、対エースか。対エースもまあ欲しいからね、買おう。で、アイテム的にはあんまりありすぎてもね、困るんだよね。この積極マスク DH、これは売るか。あ、アベレージ使おう。で、アベレージはね、2だった。たら5で掴んでもいいかな。1,2,3,4,5,6,7,7 か。たまーにね、もう持てませんってなるんだよね。あんまり放置しておくと。で、能力もちょっと上げていくか。とりあえずまずは E に揃える。総力に関しては59とか。すげえな、総力アピールって。まあもう総力は上げなくていいかな。敏捷はね、多分やっぱり足りないんだよね。どうしても不足するよな。で、ここから合わせていくと、ミートをまず D にして、パワーも D にして、肩も D にできるね。で、守備も D にして、補給も D にして、まあとりあえずこれで割りかし揃ったかな。極端に足りてないものはなさそうだな。で、メイルちゃんの肩でまあ、まんべんなく手に入れましょうと。帳尻合わせか。内藤メルちゃん。そういう感じなのかな、帳尻合わせっていう。まあこれは金を渡すよりは普通に走って負け。
よし。で、役立ちそうなものがあれば買っていきたいけど、特にいらないな。なんで意気投合のお守りが、あれこれ違う？あ、同じだよね。あ、違うんだ。全然違うじゃん。倍くらい違うじゃん。マジか、超ぼったくりだな。これ下買うやついるの？与益統合のお守り欲しいなってさ思うやつがいてさ、下買おうとか。マジぼったくりだなこいつ。でまあちょっとあんまりねお金にはならないけど、まあこの積極マスクがいらないかな。積極マスクって積極打法とかなんの？初級があるんだったらちょっとあってもいいか。でもそうするとどうしようかな。これ全部必要だな。積極マスク DH ちょっと取っとこう。これ使おう。いいや、大丈夫っす。アイテムを使う。積極マスク DH 積極打法になるよね。これ使おう。まあどうせ48円だしね。であと帳尻合わせも掴むでしょ。ミートバットとかはさすがにまだ置いておいて、まあここはフルナガ、まあ、ハイボールヒッターがね、どうしてもね、古中くん、コツがね、もうコツがどうしてもね、勝ち合っちゃうんですよね。フルヒッターも勝ち合うし、ハイボールヒッターも今回勝ち合うし、そして、カーマカリ、本当にありがたい。このイベントもね、本当にありがたいんだよね。どうしようかな。これは練習したいな。カマカリってもらってないよね、だって。カマカリってだってパワーヒッターくんなかったっけ。これ超いいよマジで。カマカリ黒金に超使える。でここは金儲けをして、次いい練習がなければでどうしましょう。でここはマネちゃんは大丈夫でしょう。マネちゃんは大丈夫。 OKOKOK 総力スパイクありがとう。走ろう。ちょっとデートが詰まってるね。コツメイルちゃんか。パワーヒッター欲しいんだよな。パワーヒッターの書は使って2っていうのもねなかなかきついからね。今回筋力が別に余るわけじゃないからな。初級よく出てくるな。チャンスメーカーはな最後もらえるからね。タフドリンクはまあ安いし買っておいて、パワージュースは保管しておいて、いやーちょっと待って、メイルちゃんあと何があったっけ。ムードがあるんだっけ。足爆弾とか嫌だな。パワーヒッタームード体当たり、これはもう両方取ったから、取ったからどうしようかな。やろう。やはりコツはでかい。足が痛むけど、よしパワーヒッで、ガチャコーナー。金いくらだったっけ。600円か。結構ね。グレートプレミアムやろう。おお、筋力強化晴天、結構いいね。でコツ 11% カマカリ 11% かー。なんだかんだで怪我するしね。パワージュース使っておきたい気もするけど、まずスポーツジムチケットはもう4月に入ったんで使いましょう。でこれも使いましょう。90デートだな。ちょっと詰まってるよねやっぱり。でカラデートがね来られるとちょっとさらに予定が狂うんで、デートを優先的に進んでいきましょう。でまあこれも適当にして、参加しないと。マイナスになるものはねちょっと避けたいですね、なるべく。でここのタックはやっておきましょう。金か。まああれが近いからね、落札が近いから金はもらっておきますか。
で、タックがなければまたデートかな。そうすると700円あるのか。700円あればいいでしょう。200円すっからかんになったとしても、まあ、事業だから多分すっからかんにはなんないんだけど、 OKOKOK 金儲け悪くないね。でさらに来てるよマジか。ちょっと最後の方で連続デートっていうのもまあありえるけど、まず購買部安いのは買おう、まあ、ここら辺買ったとしても別に特に金がなくて、あ、さよならがある。さよならやったぜ。アイドルってなんか人気者になるんだっけ買おうかな。買おう。あれ人気者になったっけ肩1アップ、これはいいわ。買えば買うほどね、補充された時にいっぱい増えるんで、これも買っとこう。肩1アップ、ちょっと待ってね、まあ、最低 C にしておこう。コスパはね良くないっすよね、こういうやつ。ただで0パーか。まあ、行こう。マックスの時でもね確かね300いくらで落札できたと思うんで、でさらにこれ回復するんだよね、落札すると。分かってますと。まあ100で。落ちろ落ちろ。うわ2人残ったか、珍しいな。一気に金をはたいたな100を2回とかで、ここでまた金が手に入る。いやマジでちょっとデートが詰まっとるよ。よしよしよし、補充もされましたと。タフは飲んどこういらねえのばっかだな。内野安打とかはもういらないしね。ミートバットもな、40円とはいえな。買っとくか。そやさっきさ、買ってすぐ使うにしちゃったけどさ、買っとけよかったんだよ普通に。人心掌握、世渡り上手、どうしよっか、まあ、スカウトさん評価を上げるために世渡り上手になろっか。試合をすればね上がるんでこれは無駄だったかな。でもね金がね余るよりはいいと思うんすよね。でどうする、このコツもなかなか美味しいんだよな。最後はちょっとデートで行くか。いやちょっと消化しておくか、もったいない気もするよな。いや練習しておこう。で仮にダブルタックとかが来たら、もうこれはまたドリンクをガブ飲みして練習してこれを行こう。短縮する。これでねよくねアイテムがいっぱいですってなるんだよね。特に何もなかったか、何事もなく終わったうおめちゃくちゃ体力を奪われた。まあしょうがない。あとは逆境か。一回ね精神ポイントを結構手に入れたとはいえ、最後は岩井くんにかけよう最後の最後にこう加工してきたね。まあここでやる気が上がってくれたのは嬉しいかな。コツ、まあ古長のコツがあるけど、最後はあパワーヒッターがある、一級入魂がある。さすがに無理だな、パワーヒッター買っちゃおっか。パワーヒッターを買おう。あれパワーヒッターってもう5になったんだっけ。あぶねまたやらかすとこだったな。ってことはもういらない。これハオじゃ他な。まあこれ敏捷もやるか。まあこんなもんか。でデートをしましょう。ちょっと6月はデートを進めましょう。で4回目はね体力は回復しないんで、まあ、パワーヒッ
ーターがあってこの能力であれば騎馬はね多分ね、どうだね、7割型8割型ね大丈夫だと思うんだけど、でも絶対はないんで絶対はないんでやらない。ここはどうしようかな。ホムラちゃんにするか、筋力を稼いでおくか。全体的には精神ポイントがちょっと不足してんのか。それでもちょっとおホム、これイブシギン3で掴もうとするとどうかね。連打とか無理だな。帳尻合わせもいや結構使うね。カジバのバカ力多分ね、骸骨なしだと200くらいね精神ポイントが必要だったと思うんですよね。もうここら辺はもったいないけど5にしていこう。でこれもでかいな。あと2回でしょ、だってデートは。でわりかしジュースがあるからこれ使おう。節約できるものは節約していきたいけど、アベレージヒッターありがとうございます。金かもう金はいらんよ。めちゃくちゃ体力減るなこれまあ、ポイントがね確かに40手に入ったっていうのは分かる。あーこれメンタルにしよう。ちょっといやこれもねいいけど、これはちょっとメンタルをしつつだな。いやデートがマジで詰まっとる。はい、ローボールヒットありがとう。もうこっから先はデートデートだね。もう何が来ようとデートデートで行くしかないとか言ってね、ダブルタックが来ると回復してダブルタックをねやりだすからね。C は欲しい、ちょっと C は欲しいです。精神がきついとはいえ、守備力も本当は C 欲しいんだけどな。カジバのバカ力がどれくらい。1級入魂も結構使うね。さよならも使う。カジバ160か、3で掴んであるからか。いや精神が足らんな。そうするとデートしてデートして、で本当だったらあと全部精神でもいいくらいなんだよね。ただそれも負けないっていうのが大前提だからね。本当に負けるなよ。ジムチケットは1個使ってあるからね、1個使うだけでもね味方は結構強化されるはずなんで。もちくんとか強いからね。もちくんとかさ、もうちょっとさ黒金にセットしたらさ活躍してほしいよね。もちくんね PSR 持ってるからね俺多分そろそろなくなると思うけど。あとはねパワープロの日8月26日だっけ、まあそれに備えて今のところは石をね溜め込んでいってるんで、よっぽどのものがない限りはそこまでは石は溜めようかなと思ってます。でこれはもうデートしよう。よしよしよし、ここら辺で本当にねカラデートが来るのが怖いんだよね。お願いします。まあ、お願いしてもね全然経験点はくれるんで。60ですよね、1回練習するより全然いいですよね。まあ、タックとか来て60いくかなっていうくらいなんで。でここも回復したっけ、なんかしなかった気がするんだよな。うん、しないね。できればな、精神でなんとか回復しつつ精神ポイントを貯めていきたいけど、精神足んねえな。芸術的なガシ打ちは取るでしょう。取れるやつはちょっと取っとこう。1級入魂も取るでしょう。さよなら男もせっかく掴んだんだからね、普通のさよなら男。低級筆打はまだ置いとく必要もないか。もうローボールヒッター5になってるしね低級筆打は
精神使わないんで、まあ OK。 よし、やっぱり精神だな。もうあとはずっと精神だな。精神精神精神でいこう。まあ、経験点をね伸ばすっていう感じだと、もうそういうの無視した方がいいんだけど、ちょっと今回はね能力にこだわりたいんで、足りない部分を埋めていくと。このスライダーはなちょっと狙い目ではあったけどな。まあこっちのスライダーを打てばいいか。あとはなるべく試合で打つと。いや、スポーツジムチケットもね偉大だよ本当に。スカウト評価23も上がるんだ。よく勝ったよな激闘第一に。まあ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 、もうしょうがない。これはおとなしく精神で回復していこう。ありがとう、精神もらったよ。9くれんのか。16。メンタルレベルって1回下がったよね。もうこれはしょうがないよ。だってダブルタックとか筋力とかが来るとわりかしね精神ポイントが手に入るんで、その時はアイテムとか、使っていってもいいと思うけど、守備は C にしたい。補給はちょっと回せないなこれ。走力 B にできるか。総力アピールっていいね。そう考えるとほとんど敏捷ポイント回せるからね。他にお待たせ、黒金リードで迎える2回です。セキュリティの方向、スプリットはちょっと打てない。スプリットは本当引っ掛けちゃうんで、投げました。これは広角打法があったからそこまで伸びたけど、若干のパワー不足かな。 CC スライダーか。投げました。あ、しまった。そうこのねスプリットをねどうしても引っ掛けちゃうんだよね。投げました。ボール。カウントは1ボール2ストライクです。投げました。打った。これはいかないか。第5球投げた。打ちました。やっぱりストレートが一番狙いやすい。ショカツに変わってんな。よーし、まあ、変化量はね少ないからね。そして速攻でスタミナがなくなるからねあいつは。あー、これはシンカーか。 OK。 まあいいでしょう。精神精神マジで精神だよ。俺の精神が安定しない。10 12。どうする。ちょっとパワージュースを使うか。ミートとかそれなりに上げられるんだね。10入るんだったら12でしょ。だったらこっちでいいでしょう。技術もなわりかし減ってるからな。さあ、そして北斗くん、一応見るだけ見よう。アベレージヒッターは取っても問題ない。広角打法はもう取っとこう。技術がめちゃ減った。しょうがない。でも赤力ももう取っておくか。であとは敏捷がちょいちょい余ってるね。いぶし銀とか35で使ってなくなるな。速攻とかもね良さそうだけどね。2イニングまで能力が上がるって。でもさ、特殊能力的にはそれ微妙だよね。お待たせ。俺何番？この回の攻撃はラストバッターから始まります。9番バッターなの？マジで？俺そんな弱い？9番バッターか。ちょっとショックだな。インコース、外れてボール。
わずかに内側。スポーツジムチケットでみんな強くなったかな。完全にこいつ大きくなんだ。カウンター3ボール。めちゃくちゃコントロールが乱れてるぞ。投げた。コントロール A のくせに。ここは1球見送ります。まあ、コントロールが乱れてたわけじゃなくてあれか。このツーシームはでも入れてきたね。さすがコントロール A。投げた。打ったこれ強烈。OK。とりあえず1本。黒金リードで迎える5回です。ワンアウトランナー。まあ、回ってくる回数は少ないからね。どうしても9番バッターだと。さあ次の投球。もうチャンスをものにする。今ツーシームちょっとずれたか。点を入れてはくれなかったけど、まあ、こっちもなんとか0点に抑えてくれていますねと。OKOKOK。お見事です。いやスカウト評価がめちゃくちゃ上がってくな。で最後悪くないね。11 変わんねえじゃんっていう。あーそうかこいつか。マジやだ。大西はCC で頑張んないといけないのか。上げられるかね。いやーどれかを捨てる感じになるな。そうするとうーん意外性とかまあせっかくだから取っとく。タイエースも取っとくか。イブシギンも取っとく。せっかくだしチョージリアスもせっかくだから取っとく。もうせっかくだらけだな。インコース、ま、技術をな使うけどな。どうすっかな。あんまり技術使いたくないんだよね。悩みますね。これは悩みますね。総力を A にしよう。OK 両打ちだからね。何気にこいつ、いやなんとなくね両打ち作ろうかなっていう感じでやっただけなんですけど。2点入れられてるか。黒金攻撃に入ります。トップバッターは米川。投げました。一応大西もストレート狙いではあるけど回想がね早いんだよね。やっぱり第3球を投げました。あ、しまった。インコース低めストライク。第4球はこれはカーブでしょ。内角低め完全なボール球。カウントは3ボール1ストライク。投げました。いや早い本当に早い。さあ9目結局フォアボールかよ。まあいいや打てないよりはマシっていうね。よし OK。 とりあえず1本でしょ。もう1本なんだよね。さあ追加点のチャンスを迎えました。ツーアウトランナー2塁という場面で米川。スライダーも5だからね。全部5だからね。投げました。入ってくる。これ入っては来ない。カウント1ボール1ストライク。第3球を投げた。あースライダーか。投げた。これは入ってくるな。打ちました。キャッチャー落下手に入りました。いや無理だよ。黒金追加点のチャンスに変わってる。ツーアウトランナー1塁2塁という場面で米川今日はスリーランホームランを打っています。投げた。よーし2本目 OK ですと。いや試合は良かったね。もう打てないときは本当打てないからね。いやでかいでかいでかい。本当に105はでかいよ。まあ鎌狩のね試合経験点アップもついてるからね。そしてまた例によって小村ちゃんとヤギューちゃんエピローグポイントがね手に入るんで最後はまだ伸びるよ。これ1位でしょ絶対。1位じゃねえのかよ。マジかよ。あんだけ上がって1位じゃないのか。そうか黒金は結構厳しいんだな。まあスカウトとかはね全く追わないっすからね。よしチャンスメーカーもありがとうございます。
で今回は全部完走したよね。ま、何気にこれももらっておきましょう。あれなんかちょっと前回と違うね。そうか、あれか、乾燥したからか乾燥したからちょっと変わってる。でこれいくらくれんの。1とかだよね多分。全然金残ってなかったもん。3 正直どっちでもいいわみたいな。で経験点自体は6400と、ま、今はだいたいここら辺で落ち着きますかね。まあ、せっかくだからじゃあちょっと BB にはしたいよねと。ああれを使うの忘れた。最後のミートバットとかやらかしてしまったな。走塁はじゃあせっかくだから取っておきましょう。コツ1だけど余るね余るねこれは盗塁も取る。で筋力がな、ちょっと待って。いやしくじったな最後。ちょっとミートバット回とあれがあれば技術がな結構浮いたのに。まあここはまあ自分のミスなんでしょうがないけど、筋力を要はいっぱい使いたいんですよね。筋力を連打とかもコツせっかく掴んではあるけど、そうと速攻とかになるのか、打開が両方使うか。であとは、まあ、連打は取っておきましょう。でそこからのもうこれ怪我しにくさとかって取れないかな。あっ気をつけ忘れてた。もう絶対無理だ。微妙に取れんわ。ということはよ、ブロックとかもうさすがにいらねえしな。ゲッツー崩しを取って、パワーも上げられない。ちょっと筋力余りになっちゃったけれども、まあしょうがないか。まあ、大体ね、まあ、S4 なんだよね落ち着くのが。 S5 とかが平均的に作れてくれば、いいんでしょうけれども、そうするともうちょっと上限解放してポイントの底上げが、まあ、必要になってくるかなというところですね。というところで、まあ、ヤギュちゃん今回は40で使わせていただきましたけれども、まあまあいいですね。まあイベント自体は2回とも成功はしているので悪くはないと思います。というところで今回はこれで終了します。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、ツイッターのフォローしていただければ幸いです。